そらししょうだよ。さて始まりました、ゆきゆき普天間進化チューン島唄の時間です。民謡ファンの皆様お待たせしました。今日も一緒に沖縄民謡を聴きながら楽しくゆきゆきとゆんたくしましょう。普天間の民謡好き進化が FM 宜野湾のリスナーの皆様と一緒にお届けする1時間です。パーソナリティは FM 宜野湾田辺ゆきです。はい、今日も大城さんはお休みですね。お盆ということで忙しいんですかね。また来週は来ると思うんですけどね。今日も一人ぼっちでお届けします。なんか番組がなんか一人の放送が多いのでね、ちょっと大城さんファンの人はがっかりしてるかもしれないですね。まあでも今日も楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組はリクエストたくさんお待ちしております。メッセージもお待ちしております。リクエスト、皆様から来たリクエストを流しつつ、電話専用ダイヤルでお話ししましょう。専用ダイヤル番号を言います。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797 番です。メモしましたか？ぜひ直接スタジオにつながりますのでお待ちしております。民謡ファンの方とね、どんな風にこの曲をねリクエスト、なんでこれが聞きたいかとかね、ぜひ聞きたいのでお待ちしております。恥ずかしいなという方はメールとか事務所の方に電話でも大丈夫です。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。さあ、この番組ラジオの他にもユーストリームツイキャスで映像音声ネット配信しております。 FM ギノワンのホームページからご覧になれますので、よかったら覗いてみてください。1時間ね、2時前までお送りしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。さあ、お盆が明けましたね。普天間産駒青年会で私はエイサー参加させていただきました。歌三振で参加しましたよ。ありがとうございました。皆さん頑張ってましたね。まあ、しかしで今日ね、地域によっては今日もエイサーやるところとか、今日もっていうか今日だけのところとかもねあるみたいですよね。いろいろあるみたいです。うちは何日にこんな風にやりますよとかもね、ぜひ教えてほしいので、メールでよかったら送ってください。まあ3日間だいたい夜の7時から深夜12時までエイサー道巡礼したんですけれども、でね、昨日は打ち上げで飲んだり食べたり反省したりとかね、そんな感じで結構な時間、もう朝方までいたんですけど公民館に。まあなんで沖縄の人ってこう夜遅くても全然次の日普通に仕事朝からなのに、夜遅くまで結構みんなでワイワイしてますよねすごいなと思って、多分私京都の方なんですけど出身は、だったら終電をまず気にしたりとか、電車があるんでね、もう集まって、友達と集まって飲んでもそんなに12時ぐらいで終わりが普通かなっていう感覚だったんですけど、こっちって何時ぐらいが普通ですかね、お開きちょっと私の見たところでは、そうだな、2時、3時ちょっと遅めかな、どうでしょう、なんかこのぐらいでまあぼちぼち帰るかなみたいな感じじゃないです、どうでしょうね。それが最初は、まあ今あんまりびっくりしてないですけど、最初まだ続くのって思ってたんですけどね。でかといって次の日休みとか遅い時間からの仕事とかって言って聞いてみたら、そうでもないっていうね。皆さんもうタフですよね。だってエイサーこの3日間の間に、まあ私は昨日しか打ち上げ行かなかったですけど、3日間ともなんやかんやで遅くなってる人もいたと思うんですけど、
それでもなんか次の日中日とか朝出勤するときに普通にエイサー進化が犬の散歩を爽やかな顔してしているのを見たんですけどなんでそんなに元気なんですか皆さんちょっとなんかねねえ何でしょう、何か秘訣があったら教えてほしいなと思いますけどね。私だからちょっとまあ今日もね朝早くから出勤してますけど声の方が少しねガラガラしてますもうちょっとしたら回復するかなと思うんですけどね、ちょっといつもより声が汚いのでちょっとご容赦くださいませ。ということで今日も楽しくユンタクしながら音楽をかけていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最初のコーナーに参ります。歌いじゅすぐ主、歌に主はない、それを歌う人が主です。私が歌うのを聞いてくださいという意味のユキが大好きな八重山の言葉です。歌三線に精進中のユキユキが毎週素敵な沖縄の歌を歌います。知っている歌なら皆さん一緒に歌いましょう。さよんたしょーらーはい、はい、生演奏コーナーです。はあ、今日何歌おうかな本当に考えてないんですけど、チンダミもまだしてないんですけど、ちょっと、お待ちくださいね。この曲歌ってほしいっていうリクエストがありましたら、それもぜひ送ってください。はい。まあ、ちょっと、まだエイサーね、うくいされ、そびれたね、霊がいるかもしれないということで、じゃあエイサー歌いきましょうかね。先週もなんやかんやで歌ってない気がしますのでね、年に1回だけだから歌ってみましょうかね。そして何を歌う、やっぱり七月にしようかな。エイサーでした。普天間産駒青年会さんから教えていただきました。はい、ちゃんと歌えてましたでしょうかね。いつももっとキーが高いのでちょっと、はいエイサー用はもっと高い声で歌うんですけどね、今日はちょっと下げて歌ってみました。では一旦 CM です。
ゆきゆき普天間神歌ジュンシマウタ。チュンシマウタをお送りしています。それでは続いてこちらのコーナーです。もしもし、チュンシマウタゆきゆきやいびん、チュンリクエストサビラ。ゆきゆき普天間神歌チュンシマウタリクエストコーナーです。直接スタジオにお電話受け付けております。電話番号 090-3015-0797 番です。今から受け付けまして、今日は40分ぐらいまでお待ちしております。ぜひ電話して私とお話ししましょう。さて、ツイキャス来てますね。ありがとうございます。お、あ、セブンさんこんにちは。お、合ってるかな。うん、合ってますね。セブンさんこんにちは。そして野の中の銀のホタルさん、あれ今日もお一人、ゆきさんエイサー疲れはありませんか。今日もお一人なんですよ。大塩さんよく見かけるんですけど、やっぱ忙しそうでね。エイサーで、あの、私は普天間3区で、大塩さんは普天間1区だったかな、地方されてたと思うんで、ちらちら見ましたけどね、忙しいみたいなんですよね。大丈夫ですよ、一人でもね、皆さんがいるので、皆さんのメッセージでなんとか盛り上がると思いますよ。よろしくお願いします。エイサー疲れ意外とないですね。ただ声がなんか変ですね。ね、まあすぐ復活すると思います。ありがとうございます。ルドルフさん、はい、さあゆきさん、はい、たい、ウークイの疲れは大丈夫ですか。大丈夫ですよ。意外と、やっぱり地方は、ずっと立ってね、歩いて回るところもあると思うんですけど、普天間三区はトラックの上の櫓で歌わせていただくので、まあ声とね、この三線弾く手がちょっとだるいぐらいで全然大丈夫です。トラックの、動いてるトラックの上で三振を乱れずに弾くっていうのはなかなかね、すごいですね。足踏ん張りながらカーブするときとか、腹筋とかも使いながらバランス取りながら弾いて、こんなね、いろんな状況で弾くのまた楽しいですよ。まあ皆さん、エイサーの地方の、特別使用者みたいなね、カスタマイズされたいろんなセッティングがありましてね、もう狭いトラックの上とかだったら、上からね、足場はフリーになるようにして、上からマイクぶら下げたりね、ミキサーとかアンプとかを上に積んだりとかしてね、みんな工夫して、あとなんか飲み物置く場所とかね、それぞれ工夫されて、なんかこれをね、一回取材してみたいなと思います。もう各青年会でもう独自にいろんな工夫してる人絶対いると思うんで、これは写真とか撮ったらね、かなり面白いと思うんですよね。はいはい。まあまあ、そんな楽しみもありながらやってました。はい。ちゃんおかさん、ゆきさん、こんにちは。ありがとうございます。ちゃんおかさん、この番組初めてではないでしょうか。民謡リクエスト番組ですよ。よろしくお願いします。はい。そしてから、お、こんにちは。なんか、外で見てる方が、こんにちは。はい。ルドルフさん、ほら、ちょっとなんか舌が回らないところが、この疲れが現れてるんですよ。なんか舌が回らないんですよ、今日。いつもカミカミではあるんですけど、それ以上にね、失礼してますけど、ゆきさんもタフって来てますけどね。そうですね、意外と。まあなんか加減分かってきたんですかね。このぐらい無理しても、まあ明日いけるかな、みたいな。はい。オール朝まで。オール朝までって、この、沖縄の人の酒の席のお開きの時間の話ですかね。5時とか6時とか7時とか、そんな時もあるっていうことですかね。ありますよね、多分。私はないですけど、そんなパターンもありますよね。見かけますよ、そんな感じで歩いてる人とか。この辺だったら、まあ、7時ぐらいかな。講座だったら、
あ、コザに朝いる時もよくあるんですけど、コザだったら8時ぐらいまでいる、ちらほらいらっしゃる気もしますね。うん、はい、ルドルフさん、生電話のコーナーもあるんですね。そうなんです、今ですよで、ね、今ですよって言いながら気づかない時があるんで、もし気づかなければ折り返しますので。はい、では先ほど番組始まる前にお電話いただきまして、リクエスト入っておりますのでお届けしたいと思います。ラジオネームはギノワンのナシロさんだったかな。すいません。で、久保山クイッチで曲はあるんですけれども、ちょっとアーティストがね、知念正夫さんと那城澄子さんの歌でということだったんですけれども、ちょっとそれがなくて、代わりに代わりにこちら、はい、代わりに大工なって、あ、すいません、大工哲弘さんと苗子さんのツンダラ節、久保山クイッチを聴いてください。ではお届けします。銀のトロンボーンさん、あんま片身の一番人がないんですよね。前も別の方からリクエストがありまして、探しているのですが、今日はメールのテーマはわらびだし、子供ならではのエピソードをお待ちしております。子供だから仕方ないなっていうような微笑ましいエピソードがありました、ぜひお願いします。傾いてるねこれ。
こっから久保山久一ですね。ちょっと長かったですね。今日は皆さん休みですかね。沖縄では旧暦7月16日は休みっていう話も聞いたことあるんですけど、でもいや休みじゃないよっていう人の方が私の周りは多いんですけど、今日休みの人っているんですかね。大工哲弘さんと苗子さんのツンダラ節久保山久一を聴いていただきました。いいですね、綺麗な歌ですね。またこのねリクエストしてくださった、宜野湾の那代さんのね言ってる歌者の方のねものもぜひかけたいので、またよろしくお願いします。それでは先ほど電話が出られなかったので折り返してみましょう。今かけてみます。はい、どうかな、出てくれるかな。今リクエスト番組で今リクエスト電話でお待ちしております。もしもし、あ、もしもし、あれ聞いてますよ。 ありがとうございます。チューンシマウタユキです。わかりますよ。はい、あ、ラジオネームは誰でしょうか。ああ、あのさ、たけちゃん、さんって、ゆくさん、さんって言うさね。ああ、言ってますかね。無意識ですけど。ね、そしたら、たけちゃん、さん、さんさんって、もう、なんか変な中国人みたいで。そうですね。さんを抜こうかな。たけちゃんですか。うん。たけちゃん。そしたら、たけで、ゆくさんがさんって、ね、さむしさん、たけさん。さんじゃん。すっきりして、もう、俺聞いてるおかしくてよ。さましたのたけちゃん。たけちゃん、ありがとうございます。はい、こんにちは。俺、先週、はい、うん、ありがとうね。はい。ヤマンツネにかけてくれて。あ、先週、綱引き、大綱引きの、ね、うん、録音されたものを流したんですけど、よかったです。びっくりしてさ、俺聞いてたんだけど、はい。うん、ありがとうございました。俺、もう、電話リクエストしようと思って、電話したんだけど、はい、はい、羽衣町のね、お疲れ様と思って電話しようと思ったら、一回電話したから電話取られなかった、ね、先週気づかなかったです。すいません、リクエストを呼びかけておきながら。はい、でさ、はい、言いたいことが二つあるんですけど、はい、リクエストはパーシャクラブの海の彼方、はい、これ民謡かな。あ、民謡じゃないですけど、ね、民謡もされてる方なのでいいと思います。ね、はい、荒井幸人さんね、はい、これお願いしたいんです。はいはい、わかりました。うん、それと、はい、8月22日はい、ラジオ沖縄の歌の歌うき、はいはいはい、ひとしさん、近所ね、キャンひとしさんと、はい、私がゆきさんに、はい、プレゼントって曲、はい、1曲入れてる、うん、あ、へえ、それってわかるんですか ?22 日に流れますっていうのが。あそこよ。はい。うん、こんな、なんか、暴露していいんですか、ね、電話した時に、はい。
出会いさんね、2週間分撮ってるって言うから。あ、ね、多分収録の雰囲気の番組ですよね。うんうん、2週間分撮るとか言ってたんですよ。はいはいはい。うん、ええー。じゃあ、次の週って、8月20日。ああ、なるほどなるほど。私、あの番組、時々聞きますよ。うん。はいはい。あの、ラジオで聞いてるって喋ってたからさ。はいはい。あの、月曜日の。なかなかいいこと言ってるからさ。ね、月曜日の7時ですよね。違う曲の番組、うん、あの宣伝してますけど、はい、うん。ごめんね。いえいえ、大丈夫ですよ。なんと、うん、FM 技能は心が広い。ディレクターの名前、ディレクターの名前分かったけどさ。いや、そこまでは大丈夫です。なんで言わなかったか、なんで言わなかったか分かりましたよ、うんうん。はい。これは放送で言えないかな。じゃあ、あれですね、たけちゃんはいろんなラジオ聞かれてるんですね。だって俺、ラジオ、喋ったことあるからね、うん。あ、そうなんですか。ラジオ好きなんですね。ありがとうございます。いや、ラジオ、うん、好きだよ。はい。もっとイクさんの方が好きだけど。あ、そうですか。ありがとうございます。はい。ちょっとで。はい。じゃあ、お願いしましょう。わかりました。それではね、はい、曲をお届けします。うん、はい、はい。はい、リクエストありがとうございます。はい。はい。じゃ失礼します。それでは、たけちゃんからのリクエストをお届けします。パーシャクラブで海の彼方。
たけちゃんからのリクエストでパーシャクラブ海の彼方を聞いていただきました。チューンしまうたお送りしております。ここで FM ギノワンよりお知らせです。ひまりちゃん募金ご協力のお願いです。森川ひまりちゃん1歳は生後間もなく拡張型心筋症と診断されました。ひまりちゃんは今自分の心臓はほとんど動かず、小児用補助人工心臓で命をつないでいます。現在の医学で元気な姿に戻るためには、心臓移植の他に道はありません。心臓移植をするためには、アメリカ渡航手術費2億9500万円が必要です。11月には渡米できるよう、ひまりちゃんを救う会が全力で活動しています。一日でも早く心臓移植を実現するため、皆様の善意をお待ちしています。詳細はひまりちゃんを救う会、電話 080-7967-0925 またはひまりちゃんを救う会ホームページをご覧ください。以上、 FM ギノワンよりひまりちゃん募金ご協力のお願いでした。チューンしまうたリクエストコーナー、そろそろしまいたいと思います。後半はお遊びコーナー、今週第3週目なのでわらびだしコーナーです。このコーナーは、子供ならではのエピソードなどお待ちしております。子供だから仕方ないなという微笑ましいエピソードありましたらぜひ送ってください。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。それでは一旦 CM です。銀のトロンボーンさんの リクエストありますので後でかけます。あ、セブンさん今日から仕事ですか。セブンさん沖縄でしたっけ。どうでしたっけ。またお送りしています。メール来てます。紹介します。 FM ギノワンをお聞きの皆さんこんにちは。田辺さん、大城さん &FM ギノワンスタッフの皆さん、今日もおかしなかっこ笑い。ラジオネーム銀のトロンボーンです。こんにちは、大城さんは休みなんですけど聞いてるかな。多分忙しくて聞いてないだろうなこんにちは、お二人さん、リクエストお願いします。ラジオを聴いてる民謡ファンへ、歌ってる人はわからないですが、あんま片身の一番人よろしくお願いしますってことで、前もいただいた別の方から来てたんですけどね、まだ入れてなくてすみません。今度用意しときます。リクエストありがとうございます。そしてない場合はムーヌ時代か漢方のクエヌクサお願いしますということで、後でかけたいと思います。ありがとうございます。さあ、それではこのコーナーに参ります。わらびだし、わらびだし、わらびだしコーナーです。子供だから仕方ないなーっていうような微笑ましいエピソードあったらぜひ送ってください。まあそうですね、
夏休みですからね、子供が町に多いですからね、なんか面白いのいるんじゃないですか。こんな子供いましたよとかありましたらぜひ送ってください。子供はね、夏休みなのでいつもできない体験をということでね、いろんな企画があるんですけれども、例えばね、子供のお仕事体験とかね、何回かこのラジオ局のね、お仕事体験するという、それをやりに来てる子供たちと触れたことがあるんですけれども、すごいですよね、子供たち。小学生だったんですけど、やっぱり興味があって、この、まあ、その時はそうなんですけど、興味があって来ていた子なので、ラジオの仕事もうね、説明も真剣に聞くし、でじゃあこれ、じゃあ一回体験やってみましょうということで、原稿を読んだりとかね、マイクに向かって原稿を読んでそれ録音して聞いたりとかやってみたんですけど、上手ですね。やっぱ興味ある子はね、自分がこの喋ったりするのがなんかちょっと得意だったりとかね、こういう子が来てるんだと思うんで、すごい上手でしたよ。もうそのままいけそうな感じまた子供の声可愛いですからね、もう将来楽しみだなと思って聞いてたんですけどね。あとなんかいろんなね、いろん、何屋さん、パン屋さんとか、なんかネイル、今だったらネイルとか、ネイリストとか、八百屋さんとか、あとは新聞記者の記事、なんか取材してから記事作るとかね、いろんな体験ブースがあったりとかして面白かったですね。あと、そうだな、特にね、あとなんかバラバラしますけど、エイサーで子どもたち頑張ってましたね。この普天間産区の子どもエイサー見たんですけど、すごい人数。あとその次の日はアラグスクの子供会もエイサーやってたらしいんですけどね、いろんな場所で各地域の子供エイサーがあると思うんですけどね、すごい人数。なんか子供が少ないって言われてますけどね、この辺は違うんじゃないですかね。もうゾロゾロって長い列になってました、道順映画でね。もう子供だから青年会と違って、めっちゃ温度差がある感じ超やる気満々、気合い入ってることを、なんかだらーって恥ずかしそうにやってることいろんなもうバラバラした感じでもうやることに意味があるみたいな、そういう感じでしたね、見てたらね。あんまり多分だから子供だからもうちゃんとしなさいもうとか言って厳しくやるとね、来なかったりとかするんじゃないですかね。だからまあ、みんなこのね、集まって友達になれるっていう場でもあるし、地域のね、人とこう、学校クラスが違ったり、学年が違ったりしても、ね、こう、縦のつながりできるじゃないですか、そういう場でね。まあそういう意味でも、子供エイサーいいですよね。はい。あとは、そうですね。あ、じゃあこれを紹介しましょうかね。子供の、今日は18日ですね。なのでまだ行けますね。8月26日に夏休み体験イベントがあります。場所は普天間のサンフティーマ、普天間流房の中のサンフティーマ1階祭事場であります。夏休み体験イベント、トントン色塗り体験。トントンって漢字では飛ぶ豚と書いてあります。翼のあるトントンは悪い気を追い払い幸福を招くと言われています。世界で一つだけのトントンを作ってみませんか？なんだトントンって。豚に羽が生えたやつね。これ何で作るんだろう。何で色塗り体験。じゃあ何かこの粘土的なものに色を塗って飾り付けするっていうことかな。はい、参加は未就学生または保護者同伴です。材料費は800円。講師は工房春うららの方ということです。沖縄県産業祭り県知事賞優秀賞受賞の方だそうです。これは、予約が必要ですね。では予約の電話番号を言います。098-896-1020。
098-896-1020 番、株式会社 TMO 普天間までお願いします。受付時間は9時半から5時半までです。ちょっとね、遊びに行くところないかなってことで探してる人にはいいんじゃないですかね、親子で。8月26日金曜日と27日土曜日、各日50名受け付けているそうです。あ、時間が3個ありますね。3回あります。11時からと2時からと4時からがあります。はい、ぜひ参加してみてください。それでは先ほどリクエストありました曲をいきたいと思います。銀のトロンボーンさんのリクエストで、芋の時代、変ですね、芋の時代お届けします。銀のトロンボーンさんは民謡嫌いなのにありがとうございます。ご参加龍花も待ってますよ。銀のトロンボーンさんのリクエストで芋の時代お届けしましたね。民謡嫌いなんですよねなのにいつもありがとうございます。さてそれでは次、わらびだしコーナーね、特にメールは来なかったので
次のコーナーに行きたいと思いますが、来週はこのお笑い、お笑いじゃない、あのお遊びコーナー、あいえなーなーなーもーもーもーコーナーです。あいえなーな出来事を紹介していきますので、ぜひ皆さん送ってください。あいえなーだから別に広い意味ですよ、何でも。あいえなーあーってことでもいいですし、あ、びっくりした、いいなってことでもいいですよ。何でもいいのでぜひ送ってください。メールアドレスは797@fmkino1.com です。それでは続いてのコーナーに参りましょうか。参りましょうねちょっと準備ができてない、ちょっと待ってくださいよ。はい、それではここで、いつもはキッチン花笠情報ですが、 FM ギノワンよりお知らせを入れます。ギノワン市議会第1回議会報告及び意見交換会があります。市民に寄り添う議会を目指して、ギノワン市議会は市民の負託に全力で応えることを決意し、基本条例を制定いたしました。市民の多様な意見を把握し、政策立案、政策提言などの強化に努め、市民生活の安定及び福祉の向上並びに市政の発展につなげるため、第1回宜野湾市市議会議会報告及び意見交換会を開催いたします。日時は8月22日、23日、24日、25日、22が羽衣小学校、23が市社会福祉センター、24は加賀津中学校、25は市宜野湾市中央公民館で、時間は夜7時半からとなっております。25日の中央公民館だけは7時からの開催となっております。お申し込みは不要ですので、どなたでも参加できます。ご都合の良い日時でご参加ください。皆様のお越しをお待ちしております。お問い合わせは宜野湾市議会事務局議事係電話 098-893-4165 番までお願いします。以上、 FM 宜野湾よりお知らせでした。さあ、それではツイキャスありがとうございます。今日はね、ちょっと聞いたところによりますと、沖縄旧暦7月16日は休み、会社休みだよって言ってる人がいたんですけど、どうなんですかね仕事、周りの人は結構仕事だよって人が多かったんですけど、休みのとこって逆にあるんですかね。ね、セブンさんも今日から仕事ですよってことでね、え、お盆休みも終わって、もうそろそろ皆さんお仕事始まってたりね、そもそもお盆休みじゃなかったりもしますけどもね、そんな感じですかね、皆さんね。それと、銀の、あ、世の中の銀のホタルさん、リクエスト採用ありがとうございます。8886、龍華は難しいんだよな。あ、ね、龍華コーナーも、お待ちしておりますよって呼びかけまして、先ほど。リクエストを待ってる間に喋ることもね、ただ待ってるわけにいかないので、その間、裏コーナーとして、龍華も募集しております。龍華と合わせて、龍華を唱えますので、ゆきゆきが。自分の思いを8886の文字数に込めて、ぜひ送ってください。難しいですかね。いやー、このコーナー参加してくれるの銀のトロンボーンさんだけなのであ、いや、そんなことないか、他にもありましたけどね、メインで参加してくれるのはもうね、もう頼りにしてますから、ぜひもう楽しみにしております。皆さんもご参加してください。さて、それでは一曲お届けしましょう。今日はなんかいざ酔い好きって
昨日は満月だったのでね、お月さん綺麗だなと思って、この曲、宮良恒生さんのトゥバラーマ、お聴きください。トゥバラーマ、宮良恒生さんの歌を聴いていただいていますが、そろそろ終わりの時間が近づいてきてしまいました。FM ギノワンの沖縄民謡の番組は朝5時から7時から7時半かかっております。あとこの木曜日の1時から2時の間、チューン島唄お送りしています。ぜひ聞いてください。そしてこの後も面白い番組続きますので、 FM ギノワンお楽しみください。それではチューン島唄、この辺で失礼します。では今日もチューン島唄、あちゃん島唄、また来週までお元気で。